注意、この動画には以下の要素が含まれています。あとフルスクリーンモードでの視聴をおすすめするよ。前回までのあらすじ、軍縮のせいで近代化に失敗した日本海軍であったが、削減された軍事費は社会福祉と国内産業に投資され、日本の国力は欧州列強に並び立とうとしていた。その証拠に16インチ砲の国産化に成功。さらに赤城が多巡洋戦艦を空母改装することで、日本は世界初の空母機動部隊を編成しようとした。しかし、万年非常時ポエムロシア語自治こと、荒木貞夫のせいで周辺国との関係が急速に悪化。結果、ロシア帝国と交戦状態に突入する。さらにイギリスも参戦。果たして日独伊三度か同盟は、ロイヤルネイビー相手に勝てるのだろうか。あとバージョンは途中から27ベータから、27正式版にアップでしてます。皆さんおはようございます。今日も一日頑張っていきましょう。うるせえよバカ。このハゲー違うだろ違うだろう。勝者、金の力を使ったひまりちゃん。実力で勝負しろよ。なんなのこの茶番。さて、前回はロシア極東艦隊の殲滅に失敗したよ。しかもイギリスと開戦して、なぜかドイツが味方として参戦するカオスになっているが。現在の外交状況はこんな感じだよ。簡単にまとめれば、敵は F 黒、こちらの味方は毒意、もしかすればイギリスとこじれているアメリカがこちら側に参戦するっていうところで。ただしイタリアは未だ参戦してないし、米ロの関係は良好だから、参戦するならフランスが宣戦布告した後でしょう。ロシア、フランスはドイツ、イタリアを相手にする必要があるから動けないとは思うけど、イギリスは簡単動かし放題なんだよね。1923年現在でも世界最大の海軍を有しているから、ドイツ、イタリアと戦いながら日本海軍で拮抗する戦力を送れるわよ。あの、この戦争って勝ち目あるんですか？史実とは違って本土海域の制海権だけ確保すれば海上封鎖されないのです。勝ち目はあるのかって聞いてんだよ。勝ち目はまず、南方の拠点を奪取して制海権を確保する必要があるわ。イギリスはベースキャパシティが400に対し、日本は150。単純計算で 2.6 倍も展開できる艦艇数に差があるので、これを少しでも踏めていきますわよ。なので海軍軍令部としては、速攻で香港を占拠し、香港を拠点にベトナムやシンガポールを攻略することを提案します。わかる？香港は上陸作戦範囲に入っているし、艦艇数を表す棒グラフも我が国が圧倒的。今のうちに突っ込むのよ。でも、隣のインド洋にはロイヤルネイビーの増援が来てるし、ロシア艦隊も本国海域から駆逐できてないんだよ。はい、用意スタート。人の話を聞けや。大胆などうにでもなれ精神は帝国海軍の特権。こうして香港上陸作戦が決定した1923年2月、帝国海軍はイギリス海軍と初めて矛を交えた。双方とも沈んだ船が出なかったから省略するけどね。あと香港上陸も悪天候で延期になりました。3月には予想通りフランスがロシア側に立って参戦。まあドイツ海軍がいるからアジアにはあまり増援を送れないかもしれないわね。なお正確に言うとドイツはイギリス、ロシアと交戦状態で、フランスとはまだ開戦してないので、フランス海軍が全力でアジアに殺到しました。あまり増援を送れないって言ったのは誰かな？あれは嘘だ。これが台湾沖航空戦ですか。当然、F 艦隊による逆襲が始まったよ。艦隊戦で場所は香港。敵はこの戦いで香港上陸戦を阻止、あわよくば我が方の戦力を壊滅させるつもりのようね。こちらの主戦力は棍棒型巡洋戦艦が2隻、赤城型航空母艦が2隻だけ。敵は最低でも戦艦1隻、巡洋戦艦2隻が出てくるようだから、艦載機による攻撃の成否が戦況を左右すると言っても過言ではないわ。現地時間10時36分、敵艦押しに、さすがに航空偵察で敵を見つけるのは無理だったようだね。ただこれで、敵艦隊がどこにいるかが確実にわかるから、空襲が空振りに終わらない分マシね。とりあえず、いつでも発艦できるよ。魚雷積んだ雷撃機を甲板に並べておくね。1923年4月29日、海軍士と航空士の転換点となった、第一次マーシャン諸島沖海戦はこうして始まった。10時58分より約1万8000ヤード、約16キロから砲戦開始。ちなみに1ヤードは 0.91 メートルだから、1割引けば大まかなメートル値が出てくるわよ。現在、あらかじめ甲板に上げていた攻撃隊に発艦命令を出しているよ。戦艦に攻撃を集中させたいので、攻撃目標をエニーから BB にしておくわ。攻撃目標エニーのままだと、被弾して落後している小型艦に攻撃隊が吸われて、
肝心の敵は無傷っていうことがよく起こるからね。あと沈没中の船に攻撃隊を吸われることがよく起こるけど、これは使用なので回避するにはアップでを待つ必要があるわ。そんなことより、敵艦はインビンシブル級巡船2隻なのが確定。12インチ砲8門だから、13インチ砲13門のコンボ型なら負けないね。いいえ、インビンシブル級の後ろに戦艦2隻が控えているわ。敵戦艦はシャルル・マルテル級2隻と判明。15インチ砲搭載艦だ。これで砲撃戦を続けようものなら負け確定ね。なので艦隊を退避させてたけど、空母赤城と天城より攻撃隊が発艦したと連絡が入ったよ。空襲を何としてでも成功させる。全艦一斉回答、敵を押し戻せ。この日本海軍の突発的な反撃により、フランス戦艦センターは一時交代。フランス艦隊を援護すべくイギリス艦隊も追従するも、日本側の目論見通り雷撃隊に捕捉される。だが航空隊は援護のため孤立しているフランス艦隊ではなくイギリス艦隊を攻撃目標にしてしまう。これに察したイギリス艦隊が回避運動を行ったため、魚雷は一本も命中しなかった。ネタバレが早すぎる。空気ぐらい読んでほしいものね。くよくよしても仕方ないから、第二次攻撃隊11機を送り出すよ。あれ、よく見ればフランス戦艦がノロノロと動いてるわ。ログを見返したところ、一斉回答の際に2隻とも至近距離から13インチ砲を食らい、砲弾片で煙突が損傷したことが分かりました。さらにイギリス艦隊接近、定時戦になっているから、今のうちに砲弾を叩き込みましょう。おやおや、直近に自殺の予定でもできたのかな。そんなわけねえだろバカ。足のデータに狂いが生じただと。君のようなガキは嫌いだよ。現地時間13時15分に艦砲が飛来するも、日本海軍も落歩したシャルル・マルテル級1隻への雷撃に成功。さらに14時5分には第二次攻撃隊がイギリス艦隊を襲う。またも魚雷は命中しなかったが、この隙に日本艦隊は撤退を決断。そして現地時間15時25分、赤城航空隊の雷撃機が戦艦シャルル・マルテルへの雷撃に成功。航空雷撃が実戦で成功したはずの瞬間であった。航空隊の活躍で敵が後退したから、今のうちに落母したシャルル・マルテル級を囲んで棒で殴っておくね。落母した敵は見逃すな。そう、魔国標本にも書いてある。なんて。17時1分にはさらにシャルル・マルテルへの航空雷撃に成功。この魚雷は機関室に命中し、当艦は落母することになる。まあゲーム中だ途端に敵艦に魚雷命中って出るだけで、どの艦首に攻撃が命中したのかさえわからないんだけどね。せめてヒューマならどの艦首に命中したかぐらいは教えてほしいわね。あ、さっきの魚雷命中ログでシャルル・マルデルは沈みました。13インチ砲数発を食らっていたとはいえ、航空魚雷が原因で沈むとは歴史に名を残したわね。ちなみにこちらが囲んで殴っていたシャルル・マルテル級は、とうの昔に沈んだよ。結果、コンゴが中破、従順町が大破するも、こちらに沈没艦はなし。一方、英仏艦隊のシャルル・マルテル級2隻を撃沈。テラシフ隊長の撃沈は今日も冴えてるな。誰だよ。ともあれ、これで英仏艦隊の目論見は潰せたね。さらに航空機も役立つことが証明されたから、空母改造工事が遅延している筑波と生駒の最終駅を急がせなきゃね。大勝利判定により審議を獲得。本艦船を第一次マンシャン諸島沖海戦と命名。なんか弾丸アイランドって出てたんですけど。マンシャン諸島を構成する島の一つですが、マイナースキルので超意訳しました。さらに浮装型戦艦4隻も最終駅したよ。あとフランスがドイツに宣戦布告ですって。逆を言えばドイツは自らフランスに宣戦布告する気はなかったことになるね。ここら辺はゲーム処理のスコアですか。イギリスと戦争中の日本と同盟を組み、なし崩し的に英仏路を敵に回す高度な柔軟性外交をやっています。ちゃんと臨機応変に対応して。あとイタリアがイギリスに宣戦布告しました。何？うわぁ、イタリアが未回収のイタリアを回収しに地中海を練り歩いている。イタリア参戦の方は英仏路を侵犯させるも、ある意味では予想通りであった。1915年7月の世界大戦危機では日本へ宣戦布告したイタリアだが、戦後になるとオーストリアへの抑え込みとして日仏路と同盟を組んだ。だがこれはイタリアのビスマルクと称された時のイタリア首相の辣腕によるところが大きく、簡単に瓦解しかねないものであった。事実は1920年代にはロフツとの同盟が切れたばかりか、フランスでイタリア系住民がユダヤの濡れ衣を着せられ、ロシアから帰ってきたフランス人に襲撃される事件が起こると、イフツ関係は悪化。フランスからすれば日露戦争後のポグロムのどさくさでロシア市場をかすめ取ったイタリアは憎むべき商売敵であり、国内世論も不景気に押されて反イタリアへ傾いた。
こうしてイタリアも反フランス世論へ傾き、日英同盟の履行に舵を切ることになる。なおロシアとはそんなに仲は悪化しておらず、ロシア皇帝はイタリアの宣戦布告を聞いて大変驚いた後、カトリック教徒をマカーキーと同じだと南下逆機でした。民命初号ハンディ文庫、未回収のイタリアより引用。なんか大変なことになっちゃったね。うん、これは明治期ともに世界大戦。イタリア参戦と総型最終駅で戦力に余裕ができたから、修理も兼ねて金剛と町を近代化回収しておくよ。前作だと修理中に近代化回収へ送っても工事期間が上乗せされる仕様だけど、今作ではそれがなくなったおかげで、戦時中の近代化改装がやりやすいのよね。二隻には主砲の最大量格上げと、対空砲装備の回収を行ったよ。そして第一次マンシャン諸島沖海戦のおかげか、香港への上陸作戦が発動。やったぜ。夜間戦闘のため敵巡船2隻を逃して、軽巡洋艦1隻を失うも、香港への上陸は成功。あとは香港を落とすだけだね。そんな中、空気を読まない政府が白紙和平を模索してるのよ。とりあえず当たり障りのない返事でお茶でも濁しとこう。世界大戦終わり。終戦。以上、ハイジャー徹底。は？この絵師団と陸軍青年将校を焚き付けん属蘇生府。だから憲法9条を制定する必要があったんですね。で、この展開どうすんのよ。さすがに納得いかないしつまらないので、直前のセーブデータからやり直すことにしました。やったぜ。結果、上陸船がセーブデータに悪さをしたらしく、ゲームがバグりましたが勝ち戦できるので継続しました。はい。で、ここからオートセーブからやり直したセーブデータでのプレイになりますが、まだ上陸作戦が実施されていないはずの香港で陸戦が起きています。確か5月に香港上陸作戦自体は起きたけど、陸戦が発生するのは6月以降だから、5月時点で香港戦やってるのはおかしいわね。これにより香港上陸戦に伴う海戦がなかったことにされ、東海戦で沈んだはずの軽巡千代田も無事に復活しました。遺族年金がいてよかったね。喜ぶのそこ？そしてこのエラーメッセージでゲームがバグってることに作者が気づくも、深夜テンションと眠気と受け狙いでプレイ続行を決断。早速バグの効果か。普段は沿岸砲のせいで長引くはずの香港を1ヶ月で落としているよ。しかも珍しくドイツ海軍が活躍して、米軽巡1隻、普通駆逐艦と巡洋戦艦を2隻ずつ撃沈した。多分これ良い乱数引いただけです。それよりも実行すら数ヶ月はかかる上陸作戦自体も、6月に安南上陸を指定したら同月中に上陸するようになったよ。南下バグで上陸戦も瞬時に発生して、翌月には占領するようになりました。バグとバグを掛け合わせて事実上の乱球になってるようね。しかも途中からバグが悪化して、本来1ターン1ヶ月で進むのが1ターンで2ヶ月連続で進むようになったので、敵が増援を送る前に上陸成功からの翌月占領の必勝極悪コンボが必ず決まりました。ファイアウォールキャノンソルジャーどころか、初手5枚エクゾディア並みの凶悪さだ。このガチ確認臨場してか、翌1924年8月にアメリカが味方として参戦しました。本当に参戦するとは思わなかった。モンロー主義はどうした？モンロー主義は。ロシア皇帝が勝手にアラスカ州の領有権を主張したばかりか、ニューメキシコ州の返還を条件にメキシコに参戦要請した結果、国民がブチ切れました。シンベルマン連邦ならぬ、ニコライ連邦事件を起こすとは恐れ入るわね。ニコライ2世ならやりかねないっていう謎の安心感があるのもね。当月にはロシア極東艦隊相手に大規模な野戦が勃発。野襲なら大日本帝国海軍の伝統源なのでよし。日本が野襲を仕掛けられた側だし、重巡ハグロが飛来してるからだね。夜が明けたら普通に砲撃戦してたから誤差だよ誤差。再装とかなさらないんですか？黙らせ。残ってた敵はアラジオストクに逃げられたけど、14インチ砲10門搭載のインペラトルアレクサンドルに請求1隻の撃沈には成功したよ。ナウヒューガの飛来により艦隊速度が10ノットまで落ちたため、飛行船から爆撃を食らうのよ。戦艦部隊用の低空部も作らなきゃ。飛行船からの爆撃で被害は出なかったけど、従順ハグロが大破、駆逐艦も4隻沈没、3隻大破は戦略的敗北よね。駆逐艦は消耗品だから誤差だよ誤差。お前明日から生ロロードジブギールかオーラ予定にしろクソボケ。そんなことよりエイフツルが賠償金支払いと大規模な領土割譲ありで終戦しました。大勝利だ。日比谷焼き打ち回避よし。選べる植民地が多くて迷うね。とりあえずインド洋に進出しましょう。結果、ビルマとジャオは日本、アイスランドはドイツ、海南島はアメリカに割譲、あと戦時中に日本が占領した領土は、そのまま日本領となりました。
仏教性の違いと少数民族多すぎ問題で、絶対空中分解するわよこれ。このゲームにそんな仕様はないから安心してね。これが1924年9月現在の日本領です。北はカラフトとカムチャッカ半島まで、南はシンガポール、北はミャンマーまで領土を広げたよ。見づらいけどベトナムが日仏で南北分割されてるのよね。これにはホーチミン王子さんも助走つけてグエンザップ将軍と一緒に日仏ぶん殴るレベル。史実リスペクトやめて。ともかく英仏戦に備えてミャンマーに海軍基地をどんどん作りましょう。しかも石油もなぜか湧いているよ。ミャンマーは後に日本の宝物庫と呼ばれるほどの資源地帯として活躍するが、経済搾取と安価なミャンマー人労働者に対する差別と襲撃からアイルランド並みの爆弾になるが、それは後の話である。 DNO 世界で親の顔並みに似た労務者制度がここでも導入されちゃうのか。そんな制度とっとと廃止して実家に帰省して、あと航空隊も再編して、戦時には本土の航空隊を戦地に送る体制を作るよ。今は1920年代だからまだしも、40年代以降はジェット機の登場もあって維持費が跳ね上がるからね。こうして戦勝国としては我が世の春を謳歌する日本だったが、世界大戦の影響は欧米列強の歴史を大きく変えることになってしまった。1926年6月、その最初の事件が起こる。なんだ。ロシアで共産主義者が革命を起こし、ロマノフ朝が滅亡したわ。何？当時のロシア帝国は度重なる敗戦による賠償金支払いと戦火で国内がボロボロにもかかわらず、支配者層による弾圧で改革すらろくに行えないほどだった。特にインテリ層の不満そらしとして導入したドーマはひどく、皇帝の意に沿った政党が与党になるまで選挙を繰り返すありさまであった。後年の歴史オタクから選挙ガチャと呼ばれるように、ロシアの政治は皇帝至上主義で成り立っており、17世紀の絶対君主制から何一つ変わっていなかった。当然こんな体制に不満を抱く国民は多く、1926年1月には大学生による政治デモと労働者による賃上げデモが同時に発生。鎮圧のため八方と騎兵突撃が行われた結果、ついに国民の怒りが爆発した。皇帝は日々増え続ける暴徒に砲兵射撃すら許可したが、モスクワに駐屯していたこの医師団が命令を拒否、逆に秘密警察と飢餓警察相手に市街地線へ突入してしまう。もはや事態の鎮静化は不可能と悟った最初は皇帝に生前退位を強要。だが跡継ぎは血友病により公務ができず、皇帝の弟も男子を残せないままこの世を去っていた。そこで最初はロシアの共和国化を宣言。ドゥーマによる選挙とこの医師団の説得を行う間に、皇帝一族と自分の一家親戚をイギリスに亡命させる。だが最初にとって誤算だったのは共産主義者の存在であった。当時のポピュリズムは共産主義に寄生し、ユダヤ陰謀論を打ち砕く正義の味方として、その大衆人気が非常に高かった。最初はそれを知っていたが、内戦の早期終結のためこの医師団側の要求に折れる形で男子普通選挙を実施した。結果共産党が第一党になってしまう。これを武力で無理やり叩き潰そうとするも、逆にこの医師団によるカウンタークーデターを食らう。共産党は職を失ったこの医師団に官職を約束させ、味方に引き入れていたのだ。こうして最初も亡命し、残った他政党は主要メンバーの逮捕に国外逃亡で事実上瓦解。6月に共産党はソビエト連邦建国を宣言し、ロシアは世界初の共産主義国家となった。とりあえず極東シベリア共和国を建国し、共産主義の防波堤にしなくちゃ。このゲームは革命に伴う内戦は起きませんし、シベリアは奪取できません。というか世界大戦の戦勝国が外交力雑魚の道得意と滑り込み参戦したアメリカだから、ロシア同案でパフタしてるうちにソ連が無事成立したんだと思うよ。脳内補完が無理やりすぎませんかね。あと1928年3月にはドイツでファシズム政権は成立しました。曲が反ファシズムなんですけど、仕方ねえだろ、国家は著作権フリーだから両つ目の著作権判定に引っかからねえんだし。ともかくなんで戦勝国のドイツ帝国でファシズム革命が起きたの？簡単に言えば西部戦線と東部戦線の激戦の末にもらった領土がアイスランドのみで、国民の不満と怒りが既存政党に向けられる中、ルーデンドルフとアドルフ・ペルツル率いるナチ党が拡大しました。この世界のちょびひげって母親生きてるのね。しかも母親の説得で別大学の建築学科にしぶしぶ入学したし、卒業後にドイツ軍に入った後は大学での勉強が生きて軍曹になったし、
戦後にルーデンドルフに見込まれ政治学を叩き込まれてるのでより厄介になってます。こんな奴に強化バフを与えなくてよいから。そしてヒンデンブルクがプロイセン宰相になり社会民主党を弾圧した結果、その穴を埋める形でナチ党が台頭。ドイツ皇帝はルーデンドルフ独裁のトラウマから資格を渋って痴漢稼ぎするも、これに切れたペルツルが親衛隊を率いてベルリンへ進軍。これにルーデンドルフも同調し、各地の在京軍人会が次々に参加。ヒンデンブルクの脅迫もあってドイツ皇帝はナチ党による資格を許可。こうして1928年3月にペルツルと親衛隊はベルリンへ無血入場。そのままライヒスタークで組閣を宣言し、あとに全権委任法を可決させることになる。なおこれに影響された荒木貞夫とカエクソバカは世界大戦勃発で引責辞任したにもかかわらず、青年将校を利用して政界への復帰を模索。これに気づいた昭和天皇と西園寺金持ちは当然ブチギレ、昭和天皇の陳自らがこの医師団を率いて逆賊を逮捕するの発言が西園寺により政治家たちに共有された。これにビビり散らかした荒木は政治への復帰を諦めるが、野心を大多罰としてネンマース王徳府に飛ばされ、日本の土を30年踏めなかったが同情されなかった。この世界の昭和帝は覚悟決まりすぎだよ。まあ荒木の馬鹿のせいで世界大戦を来たし、米仏の相手に負けていればベルサイユ条約級のやべえ条約を押し付けられてたでしょうね。あとどうでもいいかもしれませんが、日露関係がまた悪化してますよ。それはどうでもよくない。今ソ連がフランスと同盟を結んでて、日本はアメリカと同盟を結んでるから、このまま戦争に突入できるなら勝てるわね。ただアメリカの対外相感情がそんなに悪くないから、参戦するかは怪しいところだね。うん、ここは少し様子見しておきましょうか。で、10月まで待った結果がこれだよ。天皇陛下に開戦しかないと口添えしておくわね。フランスのアジア植民地を全て解放しようね。ですが同年12月にフランスがソ連との同盟延期を拒否しました。首都にレクイエムぶち込むぞ帰るやろ。ソ連殴ってもうまみないから戦争回避しておくね。で、一時期は緊張度が下がったものの、1930年4月に国籍不明の潜水艦から雷撃を受けたわ。ロシア人は戦争しか考えていないのか。あとでイソ関係も悪化したからアメリカへの支援を外務省経由で約束したわ。こうして1930年4月に日本がソ連へ最後通帳を送ったことにより日ソ戦争が勃発した。キリが良いから本編はここまで。次回は未収録だし、バージョン 1.00.37 が来たからどうなるかわからないのよ。とりあえずおまけで今までの歴史の振り返りと1930年時点での日本海軍艦艇紹介をやります。作者が来て雑に本編を進ませたつけをおまけで支払うスタイル好きだよ。嫌いになって。というわけで備忘録も兼ねて歴史を振り返っていきます。ちなみに折れ線グラフは維新の数値で、棒グラフは戦争が起きた期間を表すよ。棒グラフの色が灰色なら白紙は兵の心象、緑なら賠償金と領土割譲ありの勝利ね。まず1893年1月から5月にかけ、第一次日清戦争が勃発。この戦争で日本は台湾を得ました。イギリスが清と戦争していたこともあって早期終戦が実現したんだよね。またこの戦争により清が欧米列強に領土を売り始めたわ。あと1895年2月になぜか台湾で油田が湧いたけど、油田による経済ボーナスがないしようだし、重油燃焼艦の早期収益ぐらいしかメリットがなかったよ。なので台湾油田には満足せず、政府要人暗殺事件を開戦事由として1895年4月から8月にかけ第二次日清戦争が勃発。だが日本側のおごりもあって第一次とは違い苦戦を強いられることとなる。特に台湾沖で装甲巡弋席を失ったのはきつかったわ。それでも五島列島での艦隊戦に勝利したほか、北海道北部での第一次礼文島沖海戦で戦艦2隻を撃沈したことで、清に賠償金と領土割譲ありの和平条約を押し付けることに成功。ただし戦勝点が足りず上海の獲得に失敗し、2ヶ月後に上海はフランスに売られてしまった。上海は1913年には革命の影響で本土復帰するも、1924年12月に地方軍閥が内戦を起こしたことで日本軍の介入を招き、日本に編入された。世界大戦後にそんな重要事件起きてるくせに省略するの。作者の秋田感がすごい伝わるね。秋田というより、もうとっとと進めてなる早で完結させたいだけの模様。そして清を幹部なきまで囲んで棒で殴ったことにより、北進論と南進論の対立が再燃。だが1896年7月、
日本の南下を防ぐべくフランスが同盟を提案。これにより日仏同盟が締結され、日本政府は北進軍を採用した。あと1896年から1901年にかけて戦艦8隻と装甲巡4隻を整備して、戦艦巡2隻、装甲巡8隻の大艦隊を揃えたよ。史実よりも頑張ったわね、ほんと。こうしてロシア極東艦隊に対抗できる艦隊を有したことにより、1901年12月から1903年4月にかけて第一次日露戦争が勃発。開戦時の奇襲攻撃である第一次サハリン湾海戦では戦艦3隻の撃沈に成功した。その後の第一次宗谷海峡海戦、日本海海戦、英語名ウルルン沖海戦、釜山沖海戦で多数の戦艦装甲巡の撃沈に成功。これによりロシア海軍は戦艦6隻、装甲巡8隻を失う。だがフランスよりもたらされた通商破壊戦のノウハウで日本商船を次々と撃沈、国家そのものの体力を奪ったことにより日本は賠償金なしでの講和に応じることになった。キビヤ焼き打ちのルマ達成。一応カラフトを獲得したから史実よりはマシなんだけどな。ちなみに第一次日露戦争でフランスは最後までロシアに宣戦布告をしなかったわ。だがフランスの親ロ姿勢は単独でロシアと戦争できるという自信を日本に与えることになる。メタ的に言うと、ロシアの全土級戦艦は戦時中の海域移動ができない。航続距離ショートの船が多いから、極東に増援を送れなかっただけだよ。代わりに装甲巡を大量に送ったから、通商破壊戦で苦戦したのよね。1904年4月、ロシアが支援していた無政府主義グループによる政府要人暗殺事件がきっかけで、第二次日露戦争が勃発。この戦争での目立った戦果は、第二次宗谷海峡海戦での戦艦と装甲巡の1隻ずつ撃沈ぐらいしかないが、フランスによるロシアへの宣戦布告など外交面で目覚ましい成果があった。これは第一次日露戦争がロシア国内で敗戦と受け止められた結果、世論が反フランスに傾き、シオンの議定書流入もあってユダヤ人もろともロシア国内のフランス人がポグロムされた影響があった。こうしてフランス参戦もあり、1904年8月には兵が成立。ロシアは賠償金のみならず、カムチャッカ半島を日本に割譲した。これにより第一次日露戦争の雪辱は果たされた。ちなみに同時期に世界初の巡洋戦艦、赤城型巡洋戦艦が設計、寄港されているよ。最初から空母改造を見通して作った中途半端な船だけど、速力が速いおかげで割と活躍できた武勲艦にして幸運艦よ。あと1908年1月から11月にかけて第3次日清戦争が勃発。赤城型巡洋戦艦2隻が参戦し、巡洋戦艦が世界で初めて実戦投入されました。まあ火器管制技術の未発達や新国海軍の顔逃げもあってろくに活躍できなかったけどね。主砲569発撃って命中弾2発はいつ見てもひどいわね。そして1909年から1914年まで国産弩級戦艦の整備が行われるも、過去型従順の建造などからわかる通り、当時の日本海軍の艦隊整備計画は迷走を始めた。過去型2隻で扶桑型戦艦1隻が買えるほど、従順って高コストなのよね。メタ的に言えば、軽順ばっか作る悪い癖を直そうと従順を作るも、思った以上に高コストだったから多艦艇の建造計画が大きく崩れたよ。さらに1910年10月に日本が強大化しすぎたために日仏同盟が解消。しかも1911年4月にロシアで高派内閣が発足した影響で日露間の緊張が高まり、日本海軍は常に戦闘態勢を維持する海軍無給日が到来。建造予算が大削減されたため、日本海軍は一気に旧式艦の溜まり場となってしまった。また悪いことに、色同盟と伊仏同盟が成立していたため、ロシアと海戦すればイタリア、フランスの順で敵国が増える状況となっていた。なので海軍予算を1908年度と比べ2倍に増やす必要があったんですね。そのせいで最大80の国民不満度が5まで自然上昇して、下手すれば革命勃発からのゲームオーバーになってたけどね。そして1914年11月に国籍不明の潜水艦から雷撃を受けたことにより、第三次日露戦争が勃発。第三次宗谷海峡海戦、ブラジオストク沖海戦、英語名ソコロブスキー湾海戦、ウルサン沖海戦によりロシアは弩級戦艦1隻、巡洋戦艦4隻、全弩級戦艦3隻を失い、極東艦隊は壊滅した。しかもこちらは第二次日露戦争に続き、主力艦隊1隻も沈んでいないという地位とっぷりだよ。一応、第三次日清戦争で白瀬型全弩級戦艦の周防が沈んだわ。
1915年5月に未回収のイタリア問題を知らないビリーのやらかしで日独同盟が締結。これにイタリアがぶち切れている同盟の履行を決定し、日本へ宣戦布告。日本では5月書簡事件という名前だが、外国では世界大戦危機と呼ばれる大事件に発展した。さすがに仏ら相手に戦争はきついと日本政府は判断し、フランス参戦前に講和が成立。どう見ても不利な日本が、わずかばかりだが賠償金を得たという結果に、各国の外務大臣は驚愕したという。こうして第三次日露戦争は1915年10月に終結したが、同時に大勝利をもたらさなかった日本軍に国民が失望し、軍人冷遇時代が始まった。1908年から1920年にかけて GDP が倍増したけど、海軍予算は1920年でも1908年の水準に回復しなかったんだよね。そのせいで戦艦の更新が間に合わず、全土級戦艦2隻が現役のまま世界大戦に突入するわ。あと妙に視聴者から開けた多神召喚海軍書事件もこの頃だったね。作者曰く、最初から受け狙いで作るエピソードでも視聴者が納得できる面白くて詳細な理由で味付けできたのが受けた原因ではないかとのこと。予算不足に苦しむ一方、日本海軍は比較的低コストの雷撃機とその母艦となる空母の研究を進め、赤城型巡洋戦艦を改造して世界初の正規空母保有国となる。こうした苦労の中、荒木貞夫が戦艦4隻の追加建造命令を出したことにより英露艦との関係が最悪なものとなり、日本は世界大戦を起こしてしまう。まあ、戦艦建造命令は引き金になっただけで、最大の原因はサモアと北朝鮮の日本領編入だったよ。それに1920年代になってから各国間の対立が激しくなって、この世の終わりみたいに荒れ果てていたもよ。1923年11月には日本がロシアに宣戦布告したことで第一次世界大戦は勃発。日独伊の同盟国と英仏の連合国が全面戦争に突入する。この戦争ではサハリン湾海戦、英語名モルドフィノバ湾海戦、ミドのマンシャン諸島沖海戦、ナホトカ沖海戦が発生。すべて日本が勝利を収めた。特に第一次マンシャン諸島沖海戦は、就役から3年しか経っていない航行中の新鋭戦艦が航空機の雷撃で沈んだことで世界中に大きなショックを与えた。シャルル・マルテル級戦艦だね。ロゴを見てみたら、就役が1920年で戦没が1923年という POW みたいな感激でした。その後は香港上陸作戦を機にゲームがバグり、1924年9月に大東亜共栄圏を成し遂げて終戦。日本は領土を大きく広げたけど、一番美味しい汁を吸ったのは終戦ギリギリで参戦して血を流さないまま海南島をゲットしたアメリカだったね。逆にドイツがアイスランドしかもらえず、イタリアは植民地一つももらえなかった理由が気になるわ。多分ドイツはルーデンドルフ独裁へのカウンタークーデター、イタリアは賠償金を国への投資に充てる方に優先したんじゃないかな。ともかく第一次世界大戦で日本が大躍進した結果、欧州列強では効果論が流行し、右派的なポピュリズムが浸透。ポピュリズムはロシアでは共産主義、ドイツではナチズムに寄生したことによりソ連とちょびひげ帝国が爆誕してしまった。作者はポピュリズムとはその時その時の流行り思想に寄生する概念で、共産主義もナチズムもポピュリズムと世論のノリによって生まれたと考えているので、こういう表現法を採用したよ。まあ史実のソ連は完全にポピュリズムから離れた特殊環境で成立した武力革命政権なんだけどね。こうして世界情勢が目まぐるしく変わる中、1930年4月に日ソ戦争が勃発したところで終わります。こうして見るとこれ確かに作者の脳内で整理できるほどの情報量じゃないね。しかもこれでも小ネタやエピソードをかなり省略した方よ。うん、これは CK さんカステッタアリスをやらせた日には失踪間違いなし。最後に経済成長グラフを見せて終わりにします。めちゃくちゃ見づらいし、スペインと中国の色がこうむってるよ。仕様だし表示できる国の数をいじれないというクソ仕様よ。4かアクデに期待するしかないわね。注目してほしいのは赤線の日本で、1930年には水色線のイギリスと黄色線のドイツに追いつこうとしています。日本を上回るのは紫線のアメリカだけね。というか大量の植民地を失ったにもかかわらず、世界大戦からわずか4年で戦前の経済水準に回復したイギリスは化け物だね。さて一通り歴史と経済を振り返ったので、次は1930年の日本海軍と艦艇紹介になります。もう完全におまけが本編だよこれ。なお今回の歴史振り返りと艦艇紹介は非登録も金で今後毎回やります。まあ
この動画シリーズは視聴者置いてけぼりになりがちだし、いいんじゃない？というわけで次のおまけに行くよ。というわけで、1930年時点での日本海軍について軽く紹介する。まずはこの表を見ていただきたい。簡単に言えば、潜水艦と従順、空母を世界一有するが、国家規模の割に艦艇排水量が低く、艦艇の旧式化が深刻化しつつある。特に軽巡の旧式化は深刻だが、艦艇紹介の際に説明するので今は触れておかない。次に艦隊編成だが、第1戦艦戦隊、第3戦艦戦隊、第1巡洋戦艦戦隊を軸に3個艦隊が編成されている。1個艦隊の定数は各種戦隊が合計13個、内駆逐艦戦隊が6個、戦艦4隻か巡洋戦艦4隻、従順2隻、軽巡4隻、空母2隻、駆逐艦24隻となる。なお駆逐艦戦隊は4隻で編成され、他は2隻で戦隊が編成される。空母に関しては軽空母の収益に伴って機動部隊化する予定だが、護衛の軽巡と駆逐艦の数が足りず、引き続き戦艦部隊の艦隊防空をやらせている。以降は艦艇紹介になるが、コルベットを除いた合計23種類の艦艇説明を読み上げしたらくっそ長くなるため、従来通り読み上げず説明文だけ書いて紹介します。